静かね。そろそろ向こう岸が見えてもおかしくないけど。地図で見る限り方向は合っているようだ。焦らないで、このまま進むとしよう。はあ、それにしてもお月様が綺麗やね。こういう夜は本当なら彼女を連れてデートでもしたいところや。またのんきなこと。でもケビンさんってちゃんと彼女いるんだ。ふん、これでも大陸各地の町に一人ずつ恋人候補がおってな。候補ってことは要するにフリーなわけね。ガク、もう少し引っ張らせてや。まだまだ修行不足のようだね。でもケビンさんってどうして一人で行動してるの？聖杯騎士団ってそんなに人手不足なんだ。ま、今回の件についてはいろいろと事情があってな。結果的に俺一人が派遣されたんやけど、状況次第では他の連中もこっちに来るかもしれへん。そうなんだ。聖杯騎士団ってアーティファクトの回収がお仕事だとか言ってたよね。正確には調査管理回収やね。そのうち回収に関しては主に個人所有の物に関してや。稼働するアーティファクトを個人が勝手に所有することは協会によって禁じられてるからな。でもどうして取り締まる必要があるわけ？アーティファクトの種類はいろいろなものがあるんやけど、それがどのような原理で作動するのか誰にも分からへん。そのくせ使い方次第ではとてつもない力を発揮してしまう。そんな代物を個人が持った時どういうことが起こりがちやと思う？どうなっちゃうのかしら。大抵の場合見入られてしまう。力の誘惑に逆らえずにろくでもないことに使うんや。それって本当？残念ながら歴史的にも証明されとる事実でな。エステルちゃんたちもダルモア市長は知っとるやろ。ああ、確かにあの時の市長はとても残忍だった気がします。操られているというよりも歯止めをなくしているような。絶対的な力を所有することは人に歪んだ自信を与え自制心をなくさせてしまう。それを未然に防ぐというのも聖杯騎士団の使命でな。ま、綺麗事ばかりやないけど。そうなの？教会にもいろいろとあるということだろう。場合によってはアーティファクトの個人所有も許されているそうじゃないか。よく知ってますな。まあその件に関してはノーコメントにさせてもらいます。守秘義務ってやつですわ。当然だろうね。なんか怪しいわね。あ、どうやら結社の拠点に近づいてきたみたいですね。ならこのまままっすぐ進んでいくしかなさそうや。うん、待ち伏せの可能性もあるから気を引き締めていきましょう。抜けたみたいやね。よし、到着ね。
とりあえずこの辺りには人の気配はなさそうだけど。油断は禁物や。とにかく上の建物を慎重に調べるしかないやろ。それに相手が相手だ。危険だと思ったら迷わずここまで撤退しよう。うん、そうね。ダメか。別の入り口を探すしかなさそうやね。なんとも懈怠な場所に出たもんやな。うん、人の気配はなさそうだね。こいつら、まさかオーバーマペット。これが真の実力や。びっくりした。でも今のって廃校に現れたやつと同じよね。やっぱり結社の人形兵器だったってわけか。ああ、アーネンベルクに現れたのと同じ現代の動力技術で作られたやつや。でも不思議ですね。あれだけ騒いだのに人が集まる気配がありません。確かに。アネラスさんたち本当にここに捕まってるのかな。多分こいつらは自動巡回中の人形兵器やろ。とにかく他のエリアも調べてみるしかなさそうやね。Thank you.
酔いしれたかな？
我が右手にありし星の杯を天より授かりし輝きをもって我らが盾となる。ていたレイブンの方々と同じですね。さてと、うん、悪い、迷惑をかけたみたいだな。グラッツさん、どうやら状況は分かっているみたいだね。ああ、顔は思い出せないが、何者かに意識を奪われて、ここで新たな侵入者を撃退するよう命じられたんだ。例の教授ね。アネラスさんとカルナさんがどこにいるか知ってる？いや、別々に捕まったからな。多分俺と同じようにどこかに捕まってるはずだが。大丈夫？ほら、肩を貸して。崖の下にボートがあるから、そこまで案内するわ。大丈夫だ。建物の構造は分かっているから、一人でも脱出できる。これ以上お前たちの足を引っ張りたくはねえしな。代わりと言っちゃなんだが、カルナとアネラスを頼むぞ。グラッツさん、うん、任せといて。大丈夫かな。今はあの兄さんを信じて先に進むしかないで。あと二人残っとんのやろ。うん、うん、急ぐ必要がありそうだね。
の時の機械獣。はあ、確かに城の地下にあったのと同じタイプやね。どうしてこんなものがここに。っていうか、あんな化け物がどうして2体もいるわけ。それはわからないが、どうやら予想以上に大変な施設だったようだね。子猫ちゃんたち。
っぱりカルナさんも。やるしかなさそうやね。見つけたかい。さっきグラッツさんを解放したばかりよ。アネラスさんはまだだけど。そうかい。例の執行者どもには出くわさなかったのかい。うん、人形とは何体も戦っているけど、そもそも人の気配が全然ないみたいなのよ。妙だね。他にも兵士や研究員が何十人もいたはずなんだが、もしかしたらもう引き払った後かもしれない。その可能性は高そうですね。
私はなんとか一人で脱出できる。アネラスのこと、一刻も早く見つけておくれ。うん、任せて。
酔いしれたから。これが真の実力や。知れたから。やっぱりアネラスさんも。とりあえず一旦抑えるしかないで。Yeah.
めちゃくちゃ強くなってるんですけど。よし、起こすとするか。大丈夫？バッチリだよ。それよりもカルナさんたちは？大丈夫や。全員解放した。アネラスちゃんで最後ってわけや。そうなんですか。よかった。ごめんね、エステルちゃん。せっかく一緒に戦おうって約束したのに、こんなことになって。気にしないで。アネラスさんたちのおかげでここの場所だって分かったんだし、十分拠点探索のお仕事を果たしてくれたと思うわ。エステルちゃん、そうだエステルちゃん、私伝えなくちゃいけないことがあったんだ。あのね、逃げている最中にヨシア君を見かけたの。私が兵士に追い詰められた時、いきなり現れて方位を崩してくれて、見覚えのある服と黒髪だったから間違いないと思うんだけど、エステルちゃん？ごめん。それでアネラスさん、ヨシアはどこに行ったの？わからない。私もその場は逃れたけど、結局は捕まっちゃったから。でもひょっとしたら屋上に向かったのかもしれない。屋上？この建物、屋上に飛行艇の発着場があるみたいなの。ここにいた兵士と研究員はそっちに向かったみたいで。そっか、わかった。アネアスちゃん、一人で脱出できるか？うん、大丈夫です。この先もまだ何かあるかもしれない。みんなくれぐれも気をつけてね。まさかヨシュア君がここに来とったとはな。とにかく屋上を目指すとするか。
酔いしれたかな。
どうして君がこんなところに。よかった。待ってて、すぐに手当てを。あかん、離れろ。よしや。やはりか。我が右手にありし星の杯を天より授かりし輝きをもって我らが盾となる。
さすがにきついな。偽物と気づくのが少しばかり遅すぎたようだね。今回のゲームは私の勝ちにさせてもらうよ。やばい！あ、まさか意識が。簡単すぎるゲームだったが、君の反応はなかなか楽しかった。お礼と言ってはなんだが、面白い場所に招待させてもらうよ。えらい目にあったわ。エッセイちゃん、大丈夫か？どうしましたか？エッセイちゃん！おい、冗談やろ。こっちだ。あかん、こっちじゃない。下田。